こんにちは。パナソニックシステムソリューションズジャパンの寺畑です。本日は、6月に発売した低価格帯のネットワークカメラ U シリーズについてご紹介いたします。パナソニックのセキュリティカメラは、用途や環境に合わせて豊富なラインナップを揃えています。その中でも、今回発売の U シリーズは、監視用途に必要な機能を絞り込み、 価格重視のお客様をターゲットとしたエントリーモデルとなっています。U シリーズのラインナップは、屋内は HD とフル HD 解像度、それぞれボックス型とドーム型合わせて6機種と、屋外のフル HD 解像度のボックス型の1機種を合わせて合計7機種をご用意しています。主な特徴を4つご説明します。1つ目はエントリーモデルで、 価格を抑え、機能を限定しながらも、現行品と同じ高品質を維持しています。例えば、画質においても、現行の品質を維持し、鮮明な絵作りを実現しています。左側が現行品、右側が U シリーズのカメラ画像になっています。特に赤く囲った部分にご注目ください。現行品と比べても劣らず、鮮明な色の実現、 暗部においても、ほぼ同等の画質が再現されています。続いて、暗い環境での画質についてです。パナソニックのセキュリティカメラの特徴として、暗い環境でも明るく鮮明に映し出す、カラーナイトビジョンという機能があります。これは0.66スのおよそ月明かり程度の環境で、それぞれ撮影したものです。下の画像はスマートフォンで撮影した写真で、 真っ暗な環境ですが、右上の iProExtreme シリーズでは昼間のように明るく映し出すことができています。今回の U シリーズカメラにもこのカラーナイトビジョンが搭載されています。上は1ルクス環境でのカラー撮影時の現行品との比較です。下は0.1ルクス環境で白黒撮影時の他社品との比較です。 このようにパナソニックのカメラは厳しい環境でも安定した視認性を保つことが可能です。二つ目の特徴は機能についてです。価格を抑えるため現行の s シリーズと比べ一部機能が非対応となります。非対応の機能は資料に青字で記載がありますとおり、主に H.264、音声、SD カード、 オンビフなどがご,ざいますご検討の際は改めてご確認いただければと思います。3つ目が使いやすさです。ラインナップに電動バリフォーカルレンズモデルがあり、レコーダーや PC から簡単に画角調整を行えます。また、簡単キッティング梱包を採用しているため、キッティング時に箱からカメラを出す作業を省き、 箱に入ったままの状態で簡単にキッティングを実施することが可能です。これらの使いやすさにより、設定や調整の工数を削減することが可能です。最後に新デザインを U シリーズカメラより採用しています。屋内カメラは環境に馴染みやすいアイプロホワイトを採用し、ボックスカメラではさらなる小型化を実現しました。また、 屋外モデルについては、現行品と同様のシルバーを採用し、小型化を実現しています。最後に今回ご紹介した U シリーズカメラとネットワークディスクレコーダー WJNX100 を組み合わせた簡単コンパクト監視システムをご紹介します。WJNX100 レコーダーは、最大4台までカメラを接続できます。また、カメラに 電源供給を行うハブが内蔵されているため、カメラとレコーダーとモニターのみで簡単にシステムを組むことが可能です。縦て置き、壁取り付け設置にも対応しているため、場所を取らず小スペース化が図れます。このように U シリーズカメラと NX100 レコーダーで価格を抑えた簡単コンパクトな監視システムを実現することが可能です。ぜひご検討ください。 ご視聴ありがとうございました。